町中巡環線で使用される日のポンチョマイクロバス車両乗り合いタクシー、田川市コミュニティバスは、福岡県田川市が田川市内各地で運行しているコミュニティバスである。2010年10月1日運行開始以来、田川市内でタクシー、貸し切りバス事業を行う田川港内自動車が運行を受託している。田川市役所における事業の所管は、 田川魅力工場か田川魅力工場係である。田川市内でバスを運行していた西鉄バス地区法が2000年代から市内バス路線の廃止を進め、市内に多数の公共交通空白地域が発生したことを受け、2008年9月9日に住民代表、学識経験者、商工団体代表、田川市内で運行する鉄道、バスタクシー事業者、 関係行政機関などで構成する田川市地域公共交通会議を設置し、同会議での協議検討に基づき運行開始された。まず2010年9月30日限りで廃止された、西鉄バス地区法のご当時、坂谷間の代替として、翌10月1日から、社会保険田川病院坂谷間で、ジャンボタクシー車両を使用した乗り合いタクシーとして運行開始し、 さらに2011年10月3日には、西鉄バス路線廃止で、公共交通空白地域となっていた地域を中心に4路線を開設している。2012年10月には1路線を新設した。2011年の4路線新設に伴い、マイクロバス公用車を使用した、無料循環バスとスマイルプラザ送迎バス。ふれあい号は廃止された。 現在4路線を運行している。いずれも往復運行である。すべての路線が発着する、停留所はない。各路線とも、田川後藤寺駅前、田川板駅前の少なくとも、一方に発着する。全路線とも平日のみの運行で、おおむね7時台から18時台まで運行される。土曜、日曜、祝祭日及び12月30日から1月3日、までは運休する。 運賃は、中学生以上が1回乗車につき200円均一。小学生は100円均一。小学生未満は無料。上述のように2012年10月1日のダイヤ改正時より、回数券、定期券、1日フリー乗車券が発売されている。伊田商店街とご当地商店街では、商店街で買い物をすると、片道分の無料乗車券が発行される。 2021年10月4日より運行開始された街中巡環線には小型のステップバス2台が使用される。色は1台が紫色、1台が黄色である。それ以外の路線では28人乗りのマイクロバス車両と9人乗りのジャンボタクシー車両が使用されている。ありがとうございます。